はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただきありがとうございます。皆さん、動画の撮りだめしてますか？YouTube 初投稿以来ね、一日たりとも欠かすことなく毎日投稿させていただいているんですけれども、で、YouTube やってることをリアルの知人様に公表してるんですね。で、そうするとよく言われるんですよ。暇人を落ちと。お前、毎日動画撮影するとかどんだけお前暇やねんみたいな。これはね、とんでもない言いがかりでございますね。なんでかっていうと、あっちょ、お前こんなとこにバナナ置くやついるか、普通。カブトムシ集まるだろってな感じで、ワイのようなな、毎日動画投稿してる系 YouTuber 様の大半のお方様はな、動画の取りだめしてるんですよね。どういうことかって言いますと、ストックを持ってるんですよ。完成した動画の。撮影、編集、エンコードまで終わってて、あとアップロードポチッとするだけのな。レンジでチンするだけの保存の効く、作り置きみたいなもんでございますね。で、そうじゃないと、どうしても編集する時間がないと今日は。あとアップロード間に合わないと。なんか回線混んでて、日付変わっちゃうよ、まあまあ、みたいな。なんかそういうアクシデントに、見舞われる可能性がありますからね。そしたら、毎日投稿終わっちゃうじゃないですか。で、そんなワイのね、完成済み作り置き動画のストック本数、今日時点で30本以上ございます。要するに、1ヶ月一切撮影しなくても毎日投稿できるってことですね。ってことでね、毎日投稿始めようとお考えの方いらっしゃいましたら、取りだめ、ご検討ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。